人気 TikToker、ユリニャが暴露系配信者、これこれに対して告訴状を提出し、警察が捜査を開始したことを17日、自身の X で明かした。ユリニャは、ご報告、として、これこれ、青木駿、容疑者に対して告訴状を提出し、警察が捜査を開始しましたと報告。多くの活動者の人生を壊したネットの癌ですと痛烈に批判。また、私を閲覧稼ぎ。 金稼ぎのために利用し、虚偽の配信を何度も繰り返されました。とし、人の不幸で生計を立ててる35歳に絶対に負けない。許さない、原文ママ、とつづった。